反応を示す。炭酸カルシウムとなってタイル表面に、まあ、沈着、ねする現象である。はい、気温が低いと水酸カルシウムが常温の水より溶けやすい上に水分の蒸発が遅いので結晶が大きくかつ表面に集中しやすくなる。これが発火またはエフロレッセンスと言います。はい、ちょっと問題やってみましょう。失礼しますね。石工事、これもね、44ページ、まあ、湿地工法について、ナンバー1、これいかがですか、切ってやってみてください、ナンバー1。さっきも答え言ったかもしれない。一応それができましたら、あのタイル工事の方の、2番にしましょうかね、2番。まあ、このタイルはね、まだあの細かい数字がありましたから、まあ、テキスト見られても結構ですから、見ながらでもやってください、ナンバー2番。マスク張り用の、マスク張り、ちょっと説明しなかった。飛ばしましたね、マスク張りね。いいですか。ちょっとまあね、時間は足らないかもしれませんけど、本番はね、時間十分ありますからね、こんなに焦らなくて結構ですけど、まあ39ページ、37ページから39、41あたり、石工事の、ね、この問題の箇所。はい、ナンバー1ね、まずあのこれ、溶石比、セメント1に対して3、これいいですね、この通り、モンタルはね、丸。それから2番の固体コンクリートの水平打ち継ぎ位置では縦流し筋を切断し、横流し筋は下側の、ね、縦流し筋の上端に取り付ける。これ41ページの丸3ですね。丸。で、これ打棒のところね、ちょっとまあ詳しく載ってなかったかもしれません。通し打棒を用いる場合には、ね、石材の取り付けに先立って、石材の下端の打棒穴に打棒穴充填剤を注入する。これ丸です。はい、で4番。さっき申し上げた通り、ね、引き金物用金欠用鉄筋流し鉄筋ですが、錆止め塗装を行わないというのは×ですね。これは、モルタル内に、まあ、充填、最終的に、ね、埋まる形でも、外壁に使う場合ので、錆止め塗装を行う、ね、4番がおかしいですね。でタイルの方は2番、ちょっとね、テキスト見ないと分からないかもしれませんが。まず1番、タイル面の伸縮調整目地は下地コンクリートの亀裂誘発面と一致させる、丸。そうでしたね、目地の位置をかなり一致させる、はい、2番、マスク張りにおいて
ユニットタイルの裏面にマスク板を当てて、これちょっと説明したかったです、ごめんなさい。貼り付けボルタルを所定の厚さに、ね、塗り付けることとした、これはこの通りなんです。ちょっとマスク張り飛ばしましたかね。合ってます。3番、改良積み上げ張りにおいて、1インチの貼り付け高さを 2.5 メーター当たりましたが、これは 1.5 でしたね。1インチの、ね、高さ、限度。改良積み上げ張り。2.5 はちょっと高すぎます。×。はい、4番、モザイクタイル張りにおいて貼り付けモルタルの1回の塗り付け面積は3平米とし、金ごてで抑えることです。丸です。あと、まあ、他の問題もぜひやってみてくださいね、1回お願いいたします。引き続きですね、まあ、あと2工法、できると思います、木工事、残念ながら飛ばします。すいません、木工事ね、屋根及びトイ66ページします。で、ここはですね、もうね、いろんな何々クッキー、ね、屋根を作っていますよね。いっぱいいますよ。これもう、切りがございませんので、ちょっと要点だけ。特にこの中で、その、一般的なね、その、いわゆる亜鉛鉄板武器、真偽ありとか真偽なしとかっていうのが、ね、あって、こう盲点釘を、ね、打つとか打たないとかあるんですけど、まあ、こういうのを飛ばしますね。うん、で特にこのもしですね、屋根工事の亜鉛鉄板吹きが出てきたら、67ページの2番、これもね、ルービング、さっきの防水です、これね。この鋼板をね、まず吹く前に、下吹きのアスファルトルービング。これをね、シートを長手方向200ミリ以上、中方向120を重ね合わせる。これを引くことによってね、水の侵入を防ぐ。はい、鋼板の折り曲げ4番です。メッキ及び地肌にひび割れを生じないように切れ目を入れずに折り曲げる。はい、細かいんですが、この鋼板と鋼板をね、つなげる剥ぎ合わせって言いますね、剥ぎ合わせ。これ、小ハゼ掛けと、2種類ありまして、次のページちょっと開けてください。3種類かな、立ち巻きハゼ、平巻きハゼ。で、小ハゼというのはね、このようにちょこっとだけまあかかってる、ビートロー。これ小ハゼ。またシングルハゼ、一重ハゼと言いますね。で、出てるのが、まあ細かいですが、このね、6、7ページの5番。剥ぎ合わせは小ハゼ掛けとし、折り返し幅は15ミリ程度。ここ。はい、で先ほどの剥ぎ合わせね、今見ていただいた剥ぎ合わせ種類がね、ここにあります。はい、これぐらいにしておきます。それから69ページ折り板拭き、これ時々見かけますよね。こう板がこう折った板がこうね、屋根に乗ってる。でこれは、はい、ちょっと見てください。タイトフレームっていうフレームにこの折り板をかぶせますね。ちょっと次に絵が載ってます、70ページ。こういうイメージ。問題出てきますのは、このね、固定、あるいは補強する感覚、これを覚えてください。例えば、ね、まあ、溶接をするんですけどね、69ページかな、回し溶接。で、まずタイトフレームを固定します。でそれに、タイトフレームの一山ごとね、一山ごとにこう固定する、まあ、穴が開いてまして、そこをですね、ボルトによってこの折り板を固定していきます。でそれでまあ固定させていくわけです。でそこで出るところ、ズバリ71ページ折り板の取り付け、ここですね。はい、これは1番、折り板をタイトフレームに固定ボルトを止めするときの折り板のボルト穴はボルト径より 0.5 ミリ大きいもの、細かいですけどね。それから4番です。各山ごとにタイトフレームに固定。これがね、一山ごと、あるいは二山ごとだったら出てる場合があります。×。この流れ方向の重ね部の近結のボルト間隔は600ミリ以下。これ以上広げない。はい、それとあと、ケラバ納めというね、最終の端の方です。ケラバ納め。これが次の72ページに載っております。一番ね、エンド。これ、ケラバ包み。これ、ケラバ納めています。はい。
これは最端部の折り板の上部で止める方法を原則とする。上の方で止める。ければ、先端部には 1.2 メーター以下の間隔で折り板の山間隔の3倍以上、ね、山間隔の3倍以上の長さの変形防止剤を取り付ける。変形防止剤、次のページ見てください。真ん中の図の6のこの16です。これ、ね、変形防止剤、これで補強する。だからポイントはね、さっきの600ミリ、ね、以下という数字で言えばね、600ミリ以下ボルト間隔、これと一山ごと固定していくんだ、ね、はい。それからね、ちょっとこれ持ってないんですけどね、そのケラバのね、収めるとこっていうのはですね、ちょっとこの、細かいところでいいか、収まりで載ってますね。ちょっとこれもね、問題で出てきますから、ちょっとその問題見ましょうか。で、瓦はもう飛ばしますね。で、74ページに、まあ、この繊維強化セメント板を置き、こういう波状のね、まあ、最近あんまり見かけないですね、うん、工場なんかの、ね、屋根なんか、これが、まあ、繊維強化セメント板拭きです。はい、でそこで、ルーフドレイン77ページ載せます、ね、ちょっと先ほどあった防水でご説明したルーフドレイン、こういうタイプ、ね、で屋上アスファルト防水用とかモータル防水用、これはね、必ず一段低く下げる、一番下に書いてますね。ルーフドレインの取り付け位置は水はけよくスラブより下げる、これ出てきますんで。で、トイもね、ありますが、もうトイはね、まあ、去年実地でも出たんですけどね、どこら辺かなと、詰まり防止かなんだか、トイのところだとですね、これって見えないんですけど、交換性トイの候補79ページの、継ぎ手は原則として排水管継ぎ手として径が大きいものでも、なるべく溶接継ぎ手は避ける。これ溶接するとゴミがそこで付着する、管が詰まる可能性がある。この1番の問題かな。また2番の管の接続部、ネジ切り部は溶接部には錆止め塗装を行う。はい、それから、まあ、硬質塩化ビニール、ね、最近まあ多いです、このこっちですよね。硬質塩化ビニール塗料、管の塗料の候補。まあ、収縮とかありますけど、3番かな。硬質塩化ビニール管の成形部は、膨張、収縮が大きいので、上部、予備塗料の箇所で伸縮が自由になるようにね、まあ、遊びを設けておくのと、なお、硬質塩化ビニール管は10メーターにつき20ミリ程度の膨張収縮がある。ですから、雨どい、縦どい、ね、縦の塗料、受け金物には間隔1200ミリ以下の塗料よく通りつける。まあ、これは別に覚えなくてもいいですけどね。はい。はい、これはまあ金属、屋根工事、それから金属工事いきます。で、金属はこの亜鉛メッキとかですね、まあ、電気メッキ、電気亜鉛メッキ、これがね、表面処理です、ね、メッキ、まあ、この辺と飛ばしましても、1箇所だけ見ますね、アンカーボルトもありますが、あとアンカー、天井と壁下地、これ見てください、これだよく出る、90ページ。天井、軽量鉄骨、壁、天井下地。ちょっと名称をね、見てほしいんです。左側が壁の裏側にある下地。ランナーというのは上下にあって、これをスタッドというのにつないでます。で、触れ止めがその中間にね、こう動かないための触れ止め。これ壁下地の前景、名称。それから屋根からは、まずそのね、吊りボルトで、躯体の部分から吊って、それをですね、ここに書いてます、はい、野縁というね、野縁受けの金具があって、そこに野縁、これダブルとシングルがありますが、この野縁によってですね、まあ、構成されます。これね、軽量鉄骨です、全部。そこの名称、いいですか、野縁受け、野縁、ダブル野縁、ハンガーで、ダブルクリップっていうね、このクリップもね、
リップというのもちょっと見ておいてくださいね。でまず種類ですけど、はい、壁下地、まあ、65型、75型、90型、これね、4メーター以下、4メーターという基準で、4メーター以上のものは65型とする、ね、っていうのがちょっと細かいですけどね。はい、そこで天井下地材、これもね、19型と25型、特に、はい、これはね、強さによって、まあ、積載荷重の300ニュートンの野縁と500ニュートンの野縁によって25型で分かれています。あとでも出てきますね。はい、そこで、いや屋内は19型、屋外は25型、この違い、天井下地材ですね。はい、それから野縁受けの留め付け、野縁受けに留め付けるには鋼板または鋼状製のクリップ、ね、用いて野縁受けをするには高さを調整、ね、調節できる、はい、野縁受けハンガーを用いる。このあと大事、野縁受けの間隔は900ミリ、これが一つと、それからそのインサート釣りボルト、ね、これは上から体部分から釣ってる部分です。いずれにしてもどちらも、予備径9ミリ程度、それからこのインサートの幅間隔900ミリ、これも900ミリです。その次のページに今の900ミリ載ってます。体部分から、釣りボルトが置いてますね、インサート。でこの間隔が900ミリ。それから壁、橋の壁からは150ミリ以内とする。これもちょっとチェックですね、細かいですが。まあ、一応ね、このダブル野縁にしてます。一番端はね。真ん中はシングルです。はい、野縁の配置。一方向に配置するものであって、格子組みとすることはまずない。配置の方向は、当然照明器具とかなどの関係を考えて、なるべく野縁を切断しないようにする。これね、切断すると強度が弱くなる。後ほどね、開口部は補強というのができます。それからアンカーはまあいいです、飛ばして、野縁の間隔、これが重要。屋内の場合、ね、は、6の6の12ミリの図ですか。ね、ここにあるように、はい、ね、それから、屋外の場合は風荷重を考えて25型の野縁を用いて、間隔を300ミリ程度とする。その下ですね。はい。細かいですけどね。はい、そこでもう一点よく出るところが、この5番ですね。野縁と野縁受けの留め付けクリップ。これは交互に向きを変える。わかりますかね。クリップが裏返ってますよね。こうね、一つずつこう置いて。これです。向きを変えてます。クリップのね、細かいんですけど。はい、6番、野縁受け及び野縁同士のジョイントは、所定の軽手金具を用い、それぞれ釣りボルト、野縁受けの近くに設ける。で軽手1が、はい、6の6の14ということは次のページかな。そうですね。まあ、こういった、はい、形。になる場合、千鳥状になることを、施工するの望ましい。軽手1が千鳥状になる。もう一箇所いきますね、補強。これは、例えば野縁幹部の金物、うん、この3行目、野縁が壁に並行する場合、これは幹部にダブル野縁を用いる、ね、ダブル野縁、いましたね。だから壁と並行する場合は、ダブル。橋の方はダブルとする、ダブルヤインとする、はい、それから照明器具とダクトのための補強、はい、天井には点検口、それから照明器具、ダクト、あとは取り付くので器具類の大きさによって、はい、野縁を切断する必要が出てくる。これらの箇所、箇所は強度の不足を補うともに野縁の乱れを防止するために補強しなきゃならない。ちょうどもう一点、触れ止めの補強、これは懐のね、広い場合、大きい場合、これ1500ミリ以上となる場合、奥行きがね。この場合は、はい、ね、
まあ、屋外1メーターですが、屋内で覚えてますね。1500。まあ、重要間隔 1.8 メートル程度に丸鋼などを用いて、触れ止めを補強する。右の図の2です。95ページします。2。この場合。細かいですけどね。これはまあ天井。次、壁の場合ですね。壁。壁はここだけです、ね。出るのは。はい、まず、組み立ての例、壁下地、組み立ての例を示せば、上の6の6、あ、次のページ、6の6の17。これは壁。次のページですね。65型ですけどね。で、ここで見ていただくと、はい、間仕切りの、芯及び逃げ積みを出して、スタッドの割り付けを行う。ランナーは、端部から50ミリ内外。アンカー類と固定する。これもいいけど、下です。2番が大事。スタッドは、スタッドの天板と上部ランナーとの溝底との隙間が10ミリ以下となるように、間仕切り壁の高さを合わせて切断する。はい、それから、まあ、3番も、ね、スタッドの上下はランナーを差し込んだ半回転させて取り付けるのと、4番ですね。触れ止め、床面、ランナー、下端から 1.2 メーターごとに設ける触れ止めなんですね。はい、5番、スペーサーは各スタッドの端部を抑え、間隔600ミリ程度に留め付ける。スペーサー。ね、これは真ん中にありますね、次の図ね。ここですね、スペーサー。スペースを確保する。はい、6番が重要。出入り口および開口部の補強。ね、これは、枠、ね、総枠補強材は上は針、スラブの類に達するまで伸ばす。特に前9ではね、5番かな。5番、はい、以上です。ちょっと細かくなりますよね。これがまあ、あの壁および天井下地材金属工事、まあ、テキストはここで変わります。あまりもうね、時間もなくなってまいりました。問題やってみます。ですね、順番は逆になってるんですか。違いますね。はい、屋根およびトイレ、これナンバー2番どうですか。47ページナンバー2。それと、軽量鉄骨下地、壁下地、ナンバー1。それと、天井下地がナンバー4。続けて3つ、ちょっとやってください。これをやってると休憩をね、取ります。もう一度申し上げますね。47ページのナンバー2、ナンバーに飾ります。屋根及びトイ工事のナンバー2。それから、金属工事の天井下地、壁下地のナンバー1、天井下地の48ページのナンバー4、以上3つ。できた方はちょっと休憩に入ってください。どうぞ。本見ながらでも結構ですからね。今やったばっかりですから。